チカーレンジャーがお前らみたいな暴走野郎コテンパンにやっつけてやるぜ。暴走戦隊ゾクーレンジャートワーク、ふにゃーふにゃー。暴族どこにいやがる来たの。ゾクレッドことスースーパワーン。みんな行くぜ。貴様たちの動きはすでに研究済みだ。パマそろそろ年貢の納め時。パマン、エンドボール。ヒーローといえば何と言ってもこれだ。たまオートブラスター。戦いに関しては研究し尽くしたけど、なぞなぞは研究してない。パマン、なんだな、なんだなんだ。はい、な、なぞなぞ爆弾。ホワイトレーサーだと、そんなの聞いてない。パマン、6番目の妹。あれだてめえ。あ、さっき海で追うた子や。よろしくね。なんだ、ラジエッタです。たまれ。なんだこれは。俺たちこんなに有名だったんだ。あ、ちょっと待ってるよ。ごめん。本当ですか。いや、助かったぜ。おのれ、一旦撤収だ。パマン、我々と一緒に来てもらおう。助けよ。信じて見てる。パマン、今度こそやっつけてやる。パマン、いや、それ一番大事にしてる宝石なのに。大丈夫、ちょっと借りるだけです。オーミラの5倍の力を持つ必殺武器だ。すげえ。おお、どれできたか。続連バズーカ、やつらを甘く見ておりました。王族に5人でかかってくるお前らに言われたくない。パマン、卑怯よ。暴走戦隊だからいい。パマン、こいつが人質になってる限り思うように戦えない。パマン、待ちな、あれを見ろ。パマン、証拠にもなくまた出やがったな。今度こそ決着をつけて。あ、お前、あ、総長、5度目の一発だ。くらえ、ほら。
月光戦隊カーレンジャーも終わりの時が来たようですが、特連バズーカ、今回の動画ではカーレンジャーの暴走戦隊ゾクレンジャーを紹介しました。暴走戦隊ゾクレンジャーはダークヒーロー怪人の戦隊です。ゾクレッドは暴族一のヒーロー研究家でスースーパマーンになります。ゾクレンジャーにはテーマソングがあり、カーレンジャーの主題歌の替え歌みたいになっています。最後にそれぞれの歌詞を比較していきます。ダイブレード貴様たちの動きはすでに研究済みだパマーン。飛ばしたら赤子なんとなん正義のヘイチャラさ、バララパパラパラパが鳴るクラクションで地球なんか飛ばせ、ボーイ以降はやめて仲間になろうぜ。ケチがするやつがぶっ壊すやつが明日のヒーロー、ゾクレンジャー、ゾクレンジャー、おねぼく真面目になれ、陽気な悪に目指して、ゾクレンジャー、ゾクレンジャー、カレンジャー倒した時、戦隊ヒーローといえば何と言ってもこれだパマン、ゾクレンジャーボール。暴走戦隊ゾクレンジャー、I don't know.